おお。ちょっと結構綺麗。あ、トロールじゃない？やっぱトロールだ。オッケー。よしよしよし。え、結構いるぞ。なんだあれは。ファルメルか。当たんない。全然当たんないんだが。え、買った。え、来たし、ちょっと待って。やだ、待って、ちょっと、あ、来てよ。 来てよー。何してんの。セラーナさん、遊んでないでいいから来て。もう一体いる。ちょっと、セラーナさん、セラーナさん、泳いで来ない。遊んでて来ないよ、セラーナさんが。来た？来た、オッケー。あ、ファルメルだな。落ちそうで怖い。かわいい。ナイフを大掛かり。ここの作りは微妙ですけれど、この辺りに関しては例外ですわ。微妙って。宝箱。よし。お、あ、地上出れるそうだな。もうちょっとで。何系だっけ？あ、あ、なるほどね。なるほどね。危ない、落ちる。そいつは泥棒じゃない。そうですよね。シャウラスもいらっしゃるわ。押さないで。危ないでしょ、こんなとこで。ちょっとファルメルもいる。さあ来い。オッケー。あ、ちょ、落ちないで。落ちてったー。悲しい。下にいんのか。シャダ、あの、シセロめっちゃ押してくるからやめよう。すぐ押してくるからさ。まだいる？シセロ、あ、いる。お腹が空いた。え、ちょ、どういうこと、どういうこと。ちょっと待って。何？セラーナさん落ちたの？もしかして。びっくりした。なんでそんなとこから来たよ。オッケー。うん、ちょっとあの家も行ってみるか。楽しい乱心、楽しい恩師。夜中に道化師がナイフを持ってやってきた時は、お、ああ、危ない、危ない。あ、大丈夫か。大丈夫か。大丈夫そう。歌ってるから大丈夫そう。外したー。
命はもらうぞ。片付きましてよ。ファルメルのくせに黒炭の矢とか使ってる。いる？いや、いるな。なんか歩いてる音はするんだよな。あ、シセロの足音か。シセロの足音でした。なるほどね。お、抜けそう。あー、いる。オッケー。ファルメルがほんと多い。何か聞こえて。え？その何か聞こえてはやめてもらえます？あれあれじゃん。あ、違った。違った違った。入ってきた。それ痛い。これで終わりだ。殴った方が早そう。危ない。あー、落ちてった。あれもシャウル、あ、パルメルか。聞こえる前に首を。当たんないな。もうちょっと近づいたらかな。難しい。全然当たんないんだけど。当たった。オッケー。お、近いんじゃない？よし、行こう。よしよし、あともうちょっと。もうちょっとで着くぞ。あ、出る。え、でも水差しさ、全部終えてないけど。ここはどうも変ですわね。そうね。気をつけて。面倒なことになったようですわ。だいぶもうすでに面倒よ。可愛いネリーと出会ったらナイフをお腹に。オッケー。これも切って、よし。オッケー。あれも切って、オッケー。あ、やばい。なんかいっぱいいっぱい来たぞ。いっぱい来たんじゃないあれ。帰んないで。ちょっと待って。あ、来た。 OK。 あと2体。お、あと2体がさ、どこなんだろう。そしてセサミパン屋に行ってやった。お前は死んでいない。ただのゴマすり屋じゃないか。けどそれがお前の望みなら。あー、皮もらっとこ。これが噂に聞くスカイリムの美しい空ですのね。そうですのよ。いる。オッケー。あと一体どこなんだ。あと一体がわからんのだが。真上かな。ちょ、押さないで。偉大なる強き聞こえし者よ、シセロに何なりとご命令を。真上っぽいな。あ、何ここ。
あー、もらいます。楽しい乱心、楽しい音信、夜中に道化師がナイフを持ってやってきたと騒がしいね、シセロ。偉大なる強き聞こえし者よ、どどどいて、シセロに何なりとご命令を。いいからどいてもらえます。上に上がるんだよね、これどうやって上に行くんだ。あ、大丈夫か。こっちかな。かわいい。あ、いたわ、いた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 。ナイフをお腹に仕立てよ。どこから来ましたの。オッケー、倒した。まさかのさ、偉大なる聞こえし者よ、矢印こっちなんだよね。びっくりした、セランドさんだった。落ちた。あ、やばいやばいやばい、痛い。痛い、落ちた。そしたら、聞こえる前に首を折ろう。とりあえずもう一回上がって、これだな、この上行かないとダメなんだな。だからこうやって行って、こうやって行って、ほっ、歴性をかけないと。もう一回こうやって行って、じゃないや、こっちか。あ、でもさっきの場所に戻るな。あ、あっちか。こっちだ。こっちだな。シセロはお腹が空いた。空いておるか。人参が欲しい。難しいぞよ。ちょっと待って。迷子にはさ、難しい道なんだけど。もうね、戻るか、一旦。どっから登るのが正解なんだ。あ、こっち？しかしこっちか。こっちなのか。こっちっぽくない？だってこれちぎれてない。こっち側か。なるほどね。こっち側でした。パルメルの宝箱ってさ、すごい高級品入ってるよね。すごい。わ、巨人がいる。来るまでに時間がある。いけるぞ。よし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 、いけ。オッケー。ええ、ちょっと待って待って、死んでない、危ない。あった、きっとパラゴン持ってるはず。きた、ダイヤモンドパラゴン。あれ、アメジスト。あ、エメラルドか、さっきのは。そっか、ダイヤモンドじゃなかった。めっちゃ貼られてんじゃん。ブンブンしてる。で、この上か。この上行って、あっち行って、こっち行くんだな。水銀か。水銀か。全部水銀か。合ってんのかな？合ってる？あっち側に行かなくちゃいけないんだよね。はぁ、迷子だ。別にあっち道ないよね。こう行って、こっちへ行って、よいしょ。こう行って、登れんのかな、これ。あ、これ以上先は進めませんって言われてる。こ
こう行って、あの橋だよね。橋行くんだけど、静止キュルトがさ、私、いまいちわかんない。強制的に登る。あ、高いな。高いとこにあるわ。あそこにどうやって行くの？ほんと。永遠の謎だわ。なんとか登れたぞ。あの上までとりあえず行けばいいかな。行って、もう一回考えよう。なんか違うルートあんのかな？ねえ、シセロ。え？待って。まだ来てないとこ来た。ちょっとやめて、やめてー。あ、未来なる強き聞こえし者よ、シセロに何なりとご命令。迷子になるほなること数分、数十分。なんか違う道見つけた。危ない、これ落ちるやつじゃん。これでとりあえず宝箱をもらって、なにこれ、デイドラ帰還送り返す。多分そうだね、もらってない。あ、その竜と4巻、膝でへし折ってやろう。そして銀融詩人の闘志に火がついたら、そう、彼の服に火をつけてやろう。新しいところに来たんだけど、だがしかし、上がれる？あ、上がれそう。あ、あ、落ちる落ちる。危ね。誰か殺そうよ。危ない危ない。下に落っこちた。先とか、あんのこれ。困ったなぁ。あ、危ない危ない危ない。いや、あ、見ちゃった。もうさっきから凄まじい迷子になりながら、しかもまた暗い。どこだこれ。ここ出てくる？めっちゃ出てきそうだけどね。あ、いた、あ、来ちゃった。そしてセサミパン屋に行ってやった。あ、セラナさん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 、大丈夫か。わあ、そっちか、出てきたの。どこから来ました？片付いた。OK。初めてがもうこんなルート来たの。させてくれるだろう。私なんか初めてここ来た気がする。すごくなんか必死に登って、あ、いるじゃん。あ、来たことあるか。あるわ。ちょっと暗いね。ここはあるわ、ここあるけど、あそこのなんかさっきの橋の部分はいつも無理やり登ってた気がする。来た、最後か。ここは輝きの祠だ。輝きの祠。アーリエルの神言を受ける光栄によくし、その水差しを悟りの水で満たすか。お願いします。アーリエルの祝福が何時とともにあらんこと、最陽聖域での悟りへの旅路に幸多からんこと。ここはひどく明るいですわね。あなたはどうして平気でいられますの？来た、ラスト。楽しい乱心、楽しい乱心。来た来た。夜中に道化師がナイフを持って礼拝堂の最陽聖域に入る。
どうやって、あ、すぐそこにあんじゃん、すぐそこにあったよしよしよし、そしたらあれがそうですわ。そうですのよ。あんな建物は見たことがありませんの。どうやら聖堂か何かのようですわね。でもなんか無理やり、こんな光景を見たいと思っておりましたの。本当？来た甲斐がありましたわ。ね、無理やり登ってきてたイメージ、いつも。あばばばば、落ちる落ちる落ちる、助けて助けてくれ危なかった。なんかさ、氷の銅像とかの場所、この中か、もしかして。おお、いいね。これはアーリエルの像ですわね。あ、そうなんだ。ですが、彼の力を示す比較的古い印が使われているところを見るに、この聖堂は相当古いに違いありませんわ。うん、きっと弓はここにありましてよ。なるほど。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、なんとか迷いながら到着しました。次回はこの採用聖域に入っていきたいなと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。またねー。